はい、どうも、山陽です。ということでですね、今日ね、何をやっていくかというとですね、日付で言うと、2021年の7月の16日の金曜日でございます。ちょうど今ね、仕事が終わったところでね、なんですけど、今日はね、何があるかというと、明日ですね、明日。もうね、この動画をね、ご覧の方ならもう皆さんご存知と思います。西園寺さんというね、有名な、大阪、ね、京都の方で中心に活動されている、鉄道系 YouTuber の西園寺さんと、水間鉄道さんという鉄道会社さんがコラボを組んで、今回ね、イベントをやりますよということになりまして、それにね、私も参加しますよということでね、まあ、それに行くぞっていう動画でございます。まあ、何がすごいってね、まあ、これがね、うちのチャンネルらしいところですけど、もう行くところから動画回しますからね。そう、今ここはね、三重県菰野町ですね。いつも四日市からね、始めてますけど、今日は職場から、今日はね、家に帰らずに、もうね、ちょっと、もう荷物の準備もできてますんで、もう直接ね、このまんまね、前乗りでね、向かっていこうというわけでございます。そう、始まるのは明日の朝なんですけど、朝市から移動するのもね、まあしんどいですし、で、四日市のね、まあ私、日永っていう方にね、日永駅のあたりにね、住んでおるわけなんですけど、そうするとね、道がめっちゃ混むんですよね。その点ね、このね、小物の方から、大阪の方に抜けていこうと思ったら、伊賀の方とか通ってね、抜けていこうかなと思ってるんですけど、でしたらね、もう直接ね、そっちの方に向かってた方が渋滞にも捕まらんし、いいかなというふうに思いましてね、もう前、持ってね、ちょっと、準備の方をしてね、今日出勤してきたというわけでございます。ですからもうこのまま直接ね、向かっていくぞというわけでございますね。で、まずどこに行こうかというとですね、ちょっと伊賀の方までね、出ようと思ってます。でね、簡単にルートの方を説明しておくと、今回の目的地が、貝塚市っていうところなんですね。大阪府の貝塚市っていうところになります。の貝塚駅のあたりがスタートになると思うんです。で、そうすると、貝塚市の場所がだいたい岸和田と、泉佐野か、の間ぐらいですから、関西国際空港とかがあるところと大阪市の間のあたりにあるな。まあ、ちょっとみんなだいぶ大阪でも南の方にあるんやなというふうに思ってもらったらいい感じの位置にございます。で、そっちの方に向かってくるんやったら、大阪の中に出るんやったらね、新名神とかってストーンと出たのは早いですけど、まあね、それですとね、高速代もかかりますし、まあ何してね、ドケチなこのチャンネルでございますから、なるべく下道で行きたい。そうするとね、こっちの方行くなら、名阪国道がね、前回の動画で、ちらりと、どこだったって、つげ。ね、関から告げに行った動画のところでね、ちらっと25号線の話をしましたけど、名阪国道でしたらね、無料で行きますし、あれを使って、針のあたりまで行ったらいいのかな。そこから、桜井じゃなくて、橋本市か。あっちの方とかを経由するような感じで行くと、ちょうどね、大阪の方にちょっと迂回する形ですけど、そうするといい感じで行けますんで、まあそっちのルートで夜のうちに走っといて、まああの辺りの満喫でちょっと仮眠とって朝市から動こうかなと思ってるわけです。それでまずはね、ちょっと伊賀の方まで出て、っていうのはね、私一つだけね、ボケをかましてしまいまして、これでね、出てこれるわと思って出てきたはいいんですけどね、靴がね、工場用のね、靴なんですよ。で、別にそれで歩き回っても問題はないじゃないんですけど、要は、鉄板が入ってる安全靴なんで、とてつもなく足が重たいわけですね。これでね、一回何かの手違いで私間違えてこれを履いて外に出とったことがあって、5000歩くらい歩いたらね、まあまあなんか今日足がしんどいなと思ったら、あ、そうやって、安全靴履いてきとったっていうことがあったんでね。で、まあ、靴をね、それで忘れてきちゃったんですけど、まあ、どうせね、ちょっと今の靴もだいぶね、ボロくなってまして、もう足の底もだいぶ減ってきてましたんでね。何して、郵便局の時に買って以来なんで、もう丸にね、ずっと同じ靴履いてたんですよ。要は、仕事でずっと歩き回る時には、その作業靴履いてるんで、意外とプライベートの靴の方がね、まあ、動画のロケでね、2万歩とか3万歩とか、うちの場合は歩きますんでね、それで多少すり減るっちゃすり減るんですけど、やっぱ仕事で使わないと全然減らないんですよね。郵便局の時なんて3ヶ月4ヶ月でね、もう、すり減ってね、ダメになってましたけど、っていうことなんで、まあせっかくだし、靴も買い替えようかなということでね、伊賀のね、イオンあたりによって、伊賀市のね、イオンあたりによって、靴買って準備して、あそこら辺にちょうどお風呂屋さんもあるんですね。お風呂で汗流して、で、そこからちょっと一休みしてから夜のうちにさっと向かおうかなというような塩梅で考えているわけでございます。
ということでね、早速ね、その行く模様をね、放送していこうと思いますということでね、スタートはね、この辺りから、スタートになりますので、まあ道中もね、何かしら喋りながら使えるところはね、取ってきますからね。途中で充電ポイントも今回はね、ちゃんと作ってあります。準備万端なんですということでですね、早速やっていきたいと思います。さあ、ということでね、始めていきます。小物駅の前からね、スタートしていこうと思いますよ。ね、小物駅の前はコインパーキングできたんですね。1日300円なんだ。へえ。ちょうどね、タイミングがあれで、電車がちょうどね、来たところやったみたいで、わーっとね、ちょっと町の方がいっぱいいらっしゃいますけどね。そうそうそう、ちょっとね、小物の階段の方からね、抜けていこうと思います。この道がね、意外と商店街結構あって、いろいろとあります。小物の駅前だとね、あれなんかないかなってなりますけど、ちょっとね、一つ北の市に来ると、こういった感じで結構商店街になってますんで、確か、東町商店街とか、いろいろね、結構、名品商店街とか、いくつか商店街があるんですよね。このお酒屋さんも、お酒屋さんも、機種とかね、それを取ったりして、いい感じでしたよ。で、乳母車とかも気になりますね。ここもね、あ、やってますね。あそこもね、結構、おじいちゃんが頑張って餅を持ってね、作ってますんでね。美味しかったですよ。食べたことありますよ。うん、なんて話をしておったら、どっかで一回曲がらないといけないのかな。この道まんまだと実はその国道をね、上で越えてきちゃうんだ。あそこだ、あそこが国道だよね。しまった、もっと手前で曲がらなかったかな。マックスバリューのところで曲がるか。そう、ミセススマートがね、なくなってマックスバリューに見事に変わりましたけどね。あそこ使い勝手いいですよね。結構マックスバリュー東海さんはそう、マックスバリュー通貨がね、東海さんにね、合併される形になってね、結構小型店でも運用の仕方うまそうですね。見てるとマックスバリュー東海さんはもともと静岡が地盤でしたっけね。そう、あっちの方の旧八尾藩の確かグループのね、行ったことなんですよね。そう、おっと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 、車がだな、車がだな、だだから行ってほしいんだ。よし、そしたら自転車が来ちゃうんだ。まあこういうタイミングですよね。どうしようか、車に行っちゃうんだね。ああ、まあこういうタイミングですよね。よいしょ。さあ、マックスバリューの交差点まで出てきましたよ。で、このね、横にね、マックスバリューが今ね、停車中だ。こんな感じでね、マックスバリューできました。綺麗になりましたよね、本当に。店の大きさ自体はね、そこまで変わってない。敷地がね、あれですけど、うん、でも多分、要は今までは昔インストア加工をやっておった、ね、裏のバックヤードのスペースのところ、ほんとバックヤードを、うん、ギリギリまで減らした感じで作ってありますね。で、うん、売り場面積を、要はもうコンビニと本当に間ぐらい。ここはまだでもあれですから、若松の店なんてもう本当にほぼほぼコンビニに生鮮食品置きましたよぐらいの、アイテムの絞り方でやってますよね。うん、あそこなんかもバックヤードほぼほぼねえなっていう作りなんで。でもあそことかここでもそうですけど、デリカは一応多少プライムのとかやっぱインストアでやってるみたいですね。うん、あそこはやっぱりインストアで残すね。まあそこもね、割り切っちゃうところとかも会社によってはあるんですよ。フェルナさんなんてね、割り切ってますよね。あそこなんか多分デリカのバックヤードのスペースも多分作ってないんじゃないかな。基本全部本当にもう
あのセントラル加工でね、あのやってますからね、なんてねことを思いながらね、一本曲がるところ間違えてましたからね、私が。あ、そうです。306号線ね、306から亀山の方に入って、そのまま名阪国道に出ちゃいましょう。こっちの方からね、伊賀の方に出るのはね、結構楽なんですよね。亀山の方にね、通じる道も。この道でね、ストーンと行きますしね。これさっき、あの、下くぐったところですね。そう、それで。車も無事エアコン直りましたんでね、いやー、やっぱエアコンあるといいですね。全然違いますね。危うくエアコン壊れたまま多分大阪で梅雨明けもしましたもんね。の炎天下の車なんて絶対やばかったですからね。いやいやいや、無事ギリギリ直ってね、2日前でしたからね、納車が。危なかった危なかったということでございましたけどね。あと、エンジンオイルもね、もう交換しときましたんでね、ついでに。もうそろそろ交換時期はちょうど一緒にやっときましょうかって話になって、あ、お願いしますってことでね、一緒に、エンジンオイルも交換してもらいましたんで、もう、快調ですよ。今日は大丈夫です。ちなみに、エンジンオイルもね、ケチらずに、ガルフのね、入れてますからね。まあ大丈夫かな。ガルフだったよな。ガルフで。で、まあ大丈夫でしょう。ね。でもあれですね。この動画でこうやって映すようになると、いつにも普段にも増して車間距離を取りますよね。ナンバーの取り込むのね、対策って。まあ、あれも難しくもない話で、別にナンバーを映しとったところで、法律に触れるわけではないんですけどね。いや、個人情報のあれになるんちゃうのって思われるかもしれませんけど、ナンバープレートの情報、この車にね、このナンバープレートがついてましたよという情報だけでは、個人の情報の特定はできませんので、これでは個人情報なのに漏洩にはならないんですよね。ですから、アメリカとかでわざわざそんな隠してある動画って見たことがないですもんね。アメリカの人は基本モザイクとかもまあ入れないですしね。まあまだ元気ですからね。夜中の1時2時ぐらいになってきたらもう分かりませんからね。予定にはね、12時回るまでにね、あの辺りの岸和田かその辺りの満喫に入ってね、でそこからあれしようかなと思ってますけどね。もしくは時間の頃合いによっては先に満喫も奈良の辺りで満喫に入っちゃうっていう手もあるんですけどね。一応ね、ルートから考えると、そっちの方に行けるってルートから考えると、あの大和高田のね辺りの、満喫がね、うちのところでも、あの動画はアップロードしたっけ。大和高田はね、聞いたことあって、あ、大和高田自体はアップロードしたことありますけど、実は大和高田に行った時に大和高田の満喫で撮ったんですよね。ただあの時はそうだ、かきつき防音個室がギリギリ埋まってしまって、私は普通のブース席だったんで、カメラはね、ほんと無言でチラッとね、その食べたもののね、ショーやつを撮ったりしたぐらいだったんで、あれオンエアしてないか、結局今度あれだったらちょっとお蔵入りの方ね、ファームチャンネルの方でね、ちょっと流しとこうかなと思いますけど、そう、真っ暗の中歩いたんで何にも映ってませんでしたからね。そう、なんとかありましたけどね。あとはそれでもう一つの案としては、そう、そっちの方だとね、実は鍵付き防音個室があんま数がないんですよね。ですので、実は前にうちが行ったことあるところですと、橿原神宮とかがあるね、橿原市に、葛
橿原市にある、この前1回降りて、泊まったところですね、近鉄ターミナル3000制覇の旅の時に、泊まったところ、ですので、あれ何でしたっけ、俵本の、近くなんですけど、確か橿原店だったと思いますけどね。そう、あそこに行くっていう手もあるんですよ。あそこだとちょっとルートから外れるんですけど、ただあそこは元、交通ダジューズでやった店舗で、あの柿付き防音個室のその個室の数がすごい多いんですよ。ですから今回も満員のごとく、予約も何もしてませんから、だとするとあそこを使うっていう手もありなんですよね。どうしようかな。ただあそこだと相当早い時間出ないといけないんで、一回ダウンしたら起きるのがしんどいというのはありますけどね。もう朝一から入ってね、先にいろいろとまず移して、でイベントを迎えたいなというような段取りでいますんで、まあ、せっかくねそれぐらいのことができる距離ですからね。さあということで、それ場所的にはこれ水沢のあたりですね。茶畑がねだいぶ広がってます。やっぱこのあたりに来るとね、懐かしいですね。もう今の時期はもう2番茶も終わってますな。もう2番茶も刈り終わってますね。刈り終わった後ですね、まあ、この後また裾刈りして次のシーズンを備えていくのかなっていうところらへんですからね。もう刈り終わってますね。そう、今回ね、なんで車なのかというと、まあ、この後のね、予定もあります。このところだったらね、もう鉄道の客ないしね、やっぱ鉄道で行くのがね、続いちゃうかっていうところもあるんですけど、ちらっとね、下見をしとったわけでございますよ、今回の旅に向けてね。まあ、もうね、行くのが決まっとるわけですから、多少はね、情報を入れとこうということでね、軽くですけどね、下調べをしておったら、まあ、周辺、まあ、大阪のね、北の方に抜けてくんやったら、まあ、南海線も走ってますし、まあ、それなりに電車はいろいろと走ってはいるんですけど、多分いろいろ回ると思うと、車の方が便利そうやなという地域だったんですよね。で、あと、私がね、まあ、こういうようなね、移動の仕方もできますし、で、荷物ね、いろいろと、機材とかもね、車にね、しまっておけますんで、やっぱ車だとそのあたりとかね、起点も効きますからね、便利やなって言うんでね。で、宿もね、駅前じゃなくてちょっと離れたところのね、安いところを抑えておきましたね。またお宿のね、紹介なんかもできればと思ってますからね。このあたりとかがね、兼ね合いで何時とったらさ、鈴鹿市に突入でございますよ。順調ですね。こっちの道やったら、それね、混んでないですし、いいですね。ちなみに、道が混むことをね、うちらの地域では、積むって言いますけど、道が積んどるっていうね、言い方したりしますけどね。